皆さんこんにちは、フナチャンネルです。さて今回の動画は明石林崎の小松乗り合い船さんにやってきています。当日の潮回りは大潮の2日目ということで、6時と10時の潮変わりの前後が勝負どころなのかなと考えています。よっしゃ、ようやく来たよ。写真撮るの、写真。あ、ないないない。よいしょよいしょ、おい。このサイズかな、前。そうやね。300ぐらい。あと9匹。9匹。あと。お父さんと一緒に釣りに来られていたお嬢さんですが、釣りが初めてだったようで、お父さんが丁寧にレクチャーされてタコを釣られていました。結構竿のしゃくり方も上手だったので、お父さんと同じぐらいたくさん釣れるんじゃないでしょうかね。まあ、きっと未来の釣りガールになると思います。ほら、写真や写真や。親父一緒だ。何歳ぐらいなの？コード。ええな、大名釣りやな。大名釣り。サイズアップか。よいしょ。おお、取れた。取れた。え？取れた。針を変えたよね。針を付け替えた。全傘いらんがい。そんなことはせえへん。ちっちゃいもん。いや、これは早よ、釣られへん。200ぐらいな。サイズおるやん。サイズやな。何であれが釣れへんねや。1キロぐらいかな。おるぞ、ここは。来たわ。わしにも来たわ。ちっちゃいけど。この日も当たりは渋かったので、こまめにエギのカラーローテーションをしていました。カラーは黄色、緑、イタリアンの3色を組み合わせていました。 2.5 キロあった。ええな。もったいないな。
ちゃうこれ、ね、今あ、ここ合わせた合わせて変われ言われたけど引っ掛けたもんな、どうしたもんね見てた昨日何匹釣ったん？マナガちゃん。六回。昨日帰りここで六回釣っただけ。ああそう。お、お、やっと来たやんか。と来た。何時間ぶりやろ。こまえこまえ。多分いるんちゃうか？ええな。よかった。何時間ぶりやろ。ほんまです。ラスト30分は水深 5,6 メーターの浅場を流しましたが、潮が速かったこともあり反応は残念ながらありませんでした。潮速い。結局この日の釣果は4匹という結果でした。竿頭の方で6匹ということでしたから、上白が入っていたことも要因としてはあるでしょうが、まだまだ厳しい状況が続いているようですね。今年こんなに釣れないのはタコがおらへんからというふうにささやかれ出していますが、タコが少ない要因には2つあるようです。1つにはマダイが例年以上に湧いていてタコを食い尽くしているということです。今年明石海峡のタイは豊漁らしく、取れたタイの腹を裂くとタコがたくさん出てくるという話です。タコの天敵はタイとも言われているので可能性はあります。2つ目は餌となる貝やカニが少ないということです。釣れたタコが貝やカニを抱いて上がってくるのを見かけますが、今年はそれをあまり見かけないということです。例年この時期には浅場でタコがたくさん釣れるのですが、いまだにタコが湧かないのはそのためとも言われています。またその他の気づきとして、ウミウシが釣れないということです。ウミウシもタコと同様、夏場深場から浅場に上がってくるそうなんですが、今年はなぜかウミウシが釣れるのを見たことがないとのことです。やっぱり海底では何か異変が起こっているのでしょうかね。まあ真の原因は分かりませんが、釣れない中でも、まあ、釣るためにいろんな工夫を重ねて、また仲間とワイワイ言いながら釣るのが楽しいと思います。まあ、次回も何か新しい工夫をして挑みたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。